第一章目覚めし風の力まあ目覚めたのはいつ頃ですか、力自体が。多分小2から小3にかけてで、多分そこら早い、うん、小3のあたりが多分ダントツでこう、うん、ピークというか、うん、完全覚醒だったと思うんですけど、うん、ある台風の日です、完全覚醒したのは。台風の日、はい、台風の日に僕は風と会話をしましたちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ台風の時にブワーってなって、もう傘も立つんですけど、うん、ある時僕は傘を立つのもうやめたんですよいい加減にしろと台風に対して台風に対して、うん、いい加減にしろって言って、大人たちも迷惑してるんだっていうのを、うん、声高らかに言ったようなイメージで内心モノローグで頑張っていったんですねで行った瞬間になんと、うん、風がですねちょっと止んだんですね。ほう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 、あれこれはって思って、 お前俺の言うことを聞いてくれるのかみたいなことをモノローグで言ったんです言ったらそれに答えるかの答えるかのごとく風がスッとこうまたそよいたんですね。でその瞬間に僕は風使いになれたかもしれないと思って、その風に対してですねより親近感を湧いた瞬間だったんですね。で学校について友達に見せますよねなんでだよ、なんで窓からちょっと木々が見えるとこあったんですね。僕の言う通りになると、風が止まれって言ったら止まるから見ててくれ、マジかよ。で止まれってやって、そしたら止まんなかったんですよ、あの女は。そりゃそうだ、止まんないねって話になって、あともうちょっと待ってくれって言って、風が止みかけてきたところで止まれって言ったら止まったんですよその時間になんか信じてくれたんですよ。信じてこう集団心理状態ですよね。もう僕は風使いだ、いい友達だね、すごいいい友達だねまあ後のその H 君なんですけど風を使えるっていう風になってから、うんうん、まあ、投稿するにあたって、うん、風をすごい意識するようになった。風を意識するようになった。風が、そういう風が吹いたら、おはようってそういうテンションに落ち着いて、超腹立つんで、まあ、ある日突然、まあでもそんな経ってないですけど、友人にちょっと兆候が見え始めたんで見てくれって言われたのがあって、で、エイジ君の家に遊びに行って、で、そこにマッチがあったんです。今考えるとめっちゃ危ないんですけど、木造なんですよ。木造でマッチ使ってですね、ボッていきなり始めて、見ててくれって、ボーってこう火が燃え盛ってるところの上を人差し指がちょっと通過したんですね。熱くないんだよって言われて。火遊びじゃないか熱くないって言われてるんですよ。ふって消されて、お前マジかっていう話になってそれってって言って、ああ火の力が使えるようになったっていう話になったんですよそれってああっていうテンションだったの。そうっす、やべえそこからまあちょっと守ろうっていう話になって、公園とかをなんか散策しながら、うん、何を守るつもりだったの？地球を守るつもりだったんですけどちょっと守ろうってなったの？その、うん、僕たちの力は特殊であると、うん、特殊であるその特殊な力をどうしたらこう平和のために使えるか、うん、それはやっぱ悪い奴らを倒すためだ、うん、って言って蜂を見つけた時があったんですけど、夏だったんで水鉄砲、空気で相当強くなる水鉄砲で撃ち落として蜂に追われるっていうことを経験した後にバカだろアホガキじゃないか。なんで現実じゃないと、うん、戦うのはちょっと物質的なものじゃない、物質的なものじゃないってなって、どうするかっていう相談をした後に、学校に悪魔がいるっていう話になったんですよ、うん、七不思議とかがなんで起こるか、それは多分悪魔の仕業だみたいな、そういう理由付けができちゃったわけだでまあなんとなく悪魔がいるってことになって、こう5分休みとか10分休みってのがあるんですよ、うん、あったね、授業の合間合間その10分休みとかに出て、誰もいないところで戦うっていうことをやって、うん、敵と、まあ、学校で戦うじゃないですかで戦うんだね。戦った時に勝負がつかないことが多かった、うん、2人で
顔を見合わせてうなずいて、お前とだけはやり合いたくねえぜっていうこれが一番僕の過去の中で最悪の最悪のセリフです。